はいどうも、トワイスです。今回もアンダーテール続きやっていきたいと思います。まあ、今回は、スノーディン。これを抜けて、スノーフルの街までは少なくとも行きたいと思ってます。よろしくお願いします。犬同士の結婚に注意。何か私が注意することがあるだろうか。おっと。レッサードッグが現れた。あー、これなー。どうしよっかなー。アンダーテールの細かいネタを動画にして出してる人がいるんですよ。で、私もいくつかそれを見たんですけど、こいつのやつがやろうと思ったらむっちゃくちゃ時間かかるんですよね。どうしよっかなー。まあいっか、とりあえず成功法というか普通に行こう。これね、すごいよね、怒涛のなでなで。レッサードッグ、アタック12、ディフェンスにポメラニガンという素材でできたドガーを装備。ん？犬、ドッグのダガーだからドガーなのか。でもまあ体調、その犬の大きさがわからないけど、ダガーっていうにはちょっと長いよねっていう。はい、なんでしょう。はい、なんでしょう。あー、食らってる。マジか、あれで食らうのか。さて、まあさっさと終わらせましょう。なでなで。少し手を伸ばしただけでレッサードッグが興奮した。うわ、マジで。そっちから出てくるのか。ただこの状態でも逃がせるんですよね。まあ、普通はこれでいいんだけど、ゼロゴールドか。もうちょっと遊んだ方が良かったのかな。で、ここトゲがあって進めないんですけど、今、ガサッと侵入しちゃいましたけど、これね。これこれ。さあ、雪の下に何か書かれておりますが、まあそうですね、皆さん察しがいいと思いますので、もうお分かりかと思いますが、これね、今いるこのマップの地図です。で、バッテンが書かれてるところがありますよね。で、そこに行ってみると、なんかね、いかにもっていうところがあって、スイッチが隠れている価値。と、まあこういうことです。わあ、これ、ああ、ちょっとこれは攻撃パターンが結構きつい感じだぞ。ナイスクリームの出番か。どうしよっかな。一番簡単なのはこいつか。まあいいか、とりあえず初めて会うので分析。アタック0、ディフェンス30、ちょっとした有名人、攻撃時間が2秒伸びる。あ、こいつがいると2秒伸びるのか。やべえなこれ。あ、でもあれだ、縦にちょっと広くなってる。こいつを置き去りにすると、一旦戦闘から離脱される。いってちょっと待って、ちょっとこれはやべえぞ。一旦逃げるか。間違えた、逃がすじゃねえ、逃がすじゃねえんだ。これはやばいぞ。油断すると死ぬぞ。あ、逃げれねえ。逃げるは 100% だと思っていた時期が私にもありました。危ねえ、危ねえ。逃げれねえかな。よしよし、どうしよう。一旦セーブポイントまで戻ろうと思っていた時期が私にもありましたが、出会ってしまったね。なんか匂うっす。匂いの元はどこさ。匂いの元に継ぐす。正体を表しな。うん、そこだよね。うむ、匂いの元はここっす。マークしたくなるっす。マークしてやるさ。やべえ。2匹の犬におしっこをかけられてしまう。犬カップルが襲ってきた。まあ、これがあれですね。前回パートで。ワンボーが言ってた犬っすと犬っさ。
犬同士の結婚に注意、ハニーとダーリン、そういうことです。どうすっかな、回復アイテムあんまりバカスカ使ってるとお金がたまらないんですよね、このゲーム。だからまあちょっとね、どうしよっかね。まあいいか、とりあえず分析。イヌッス、アタック14、ディフェンス5、イヌッサの夫、匂うものしかわからないと。亭主元気で犬がイス、シャラップ。これね、これの避け方はこう。犬たちは次のお花スリスリコンテストに向けて練習している。そういうコンテストがあるんですよ。で、イヌッサは、アタック14、ディフェンス5、夫のイヌッスをラブリーだと思っている。でも匂いだけ。まあなんていうか、ワンボーもそうだけど、この二人も目が見えないのかなっていう感じですね。犬たちは斧を振り回してお互いを守っている。うん。まあそういうことで攻略していきたいんですが、倒さないやり方、まあ私は一つしか知らないんですけど、これ転げる。雪と土にまみれて転げ回った。体から変な子犬のような匂いがする。うん。斧の攻撃だけ来てくれれば楽なんだけどね。もう一つ攻撃パターンがあるんですが、そっちはちょっと僕苦手なんですよね。で、これだね。また、これまたの匂いを嗅がせるのかと思ったけど、もう一回クンクンしてもらうってことですよね。犬たちはもう一度匂いを嗅いだ。地面を転げ回ったので匂い対策は万全だった。この匂いはあんた子犬ちゃんなのさ。犬たちはこちらを迷子の子犬だと思っているようだ。まだ逃がしちゃもらえないか。どうすっかね。もうちょっと転げるか。まだダメか。これこれこれ、これが苦手なんだ。やべ、一応2しか食らわないのはありがたいね。あ、違うわ。この状態だとあまり警戒されないからなでなでができる。犬巣をなでた。ワン、子犬になでられたす。私もなでとくれよ。いいね、いい方向に進んでいる。まだダメか。イヌスタも撫でようか。あとワンダメージはいけるはずなんだよな。わ、来ちゃった。これね、間を抜けるか。お、犬たちのハートをつかんだ。なんとかなりましたね。40ゴールド。犬が犬に撫でられた。その発想はなかったさ。変な犬、サンキュッス。危ねえ。いやーマジで死ぬかと思った。さあ、ちょっと駆け足ですが進んでいきましょう。回復しよっかな、悩むな。まあいっか。すべての罰を丸に変えた後、スイッチを押すことと。だからこれは、こうやって、こう。何？俺様の罠をどうやって回避した？しかしそれより、俺が食べる分は残ってるのか？スパゲッティ？あー、いや、ちょっとね、食えなかったのよ。本当に？うわ、俺様のお手製パスタ残したの？うわ、悲しそう。俺様の分をわざわざ残しておいてくれたの？心配には呼ばん、マスターシェフパピルス様が。またいくらでもパスタを茹でてくれるわ。ははははははは、やに。読めねえんだよな、口で。どうも。最近兄ちゃんが靴下をコレクションし始めた。嘆かわしい。俺様は時々思う。俺様みたいにイケてる弟がいなかったら、兄ちゃんはどうなってたのか。にゃはは。というか、なんて言うんだろう。主人公のこと捕まえるって息巻いてて、こんな目の前にいるのに、何もしてこないっていう。ね。人間。実はね、
貴様がなかなか来ないから、このパズルを改良しておいたぜ。雪の塊を動かして俺様の顔みたいにしてやった。しかも、雪は凍って固まってしまったぞ。だから当然答えも変わったということだ。その上、怠け者の兄ちゃんもここにはいない。要するに何が言いたいかというとだな。全く心配には及ばんということ。偉大なるパピルス様がこの謎を解いてやる。そして二人で一緒に先へ進もう。でもその前に自力で解いてみてもいいぞ。俺様はここでお口にチャックしてみてるから。まあ要は答えがわからなくなってしまったと、そういうことだな、パピルスさん。これまあいろんな解き方があって、まともに解く方法とまともに解かない方法があるんですが、正直な話、事前にアンケートを取ろうかとちょっと思ったけど、私はまともに解く。で、一旦出てこっからスタートして、しまった、こうじゃねえ、ちょっと違う。どうすんだったかな。ちょっと待って、これが最後か。ん？やべえ、迷ってしまった。これって待てよ、まともに解けるよな。大丈夫だよな。触れて出るのは確かできるんだよ。だからそれを使ってと思ったけど、あ、違うわ、逆か。こう言って、こう言って、こう言って、で、これだけ触れて出て、こうだね。やった、解けた。しかも俺様の助けを借りずに。素晴らしい、実に見事だ。さては貴様、俺様みたいにパズルが大好きだな。それならきっと次のパズルも気に入るはずだ。貴様には簡単すぎるかもしれんがな。にゃ、ははははは。いや、よかったよかった。ちょっと悩みましたけどね。いや、どうも。あっという間に解いたな、お見事だぜ。オイラが助けるまでもなかったな。助かったぜ。オイラ基本的に何もしたくないから。なんかそう見えるわ。うん。さあ次は何でしょう。来た。さっきの人間だ。貴様は絶対にこのパズルを気に入るはずだ。何しろかの有名なアルフィー博士が発明したんだからな。アルフィー博士ね。聞いたことはないな。この灰色のタイルは、スイッチを入れると色が変わる。タイルは色によって違った効果を発揮するのだ。赤いタイルは通行禁止、つまり通れません。黄色いタイルは電撃ショック、踏むと感電するぞ。緑のタイルは警報装置、うっかり踏むとモンスターと戦闘になる。オレンジのタイルはオレンジの香り、踏むと体が美味しそうな匂いになるぞ。青いタイルは水のタイル、泳いで通っても構わん。ただし体がオレンジの匂いになっているとピラニアが寄ってきて噛みつくから注意だ。それと青いタイルが黄色いタイルの隣だと青いタイルを踏んだ時も感電するぞ。紫のタイルはツルツル滑る、踏むと隣のタイルに強制的に移動してしまう。ただしツルツルの元になる石鹸はレモンの香りなのだ。ピラニアはこのレモンの香りが大嫌い。つまり紫と青の組み合わせはセーフということだ。そして最後にピンクのタイル。ピンクは踏んでも何も起こらない。だから好きなだけ踏むといい。どうだ、わかったか。いや、これね、何回か読まないと多分理解はできないと思うんですけど、この説明は、でも理解しておいて損はないといえばない。さあ、まあ私は任せてを選びますが、読みたい方はその、シークバーをちょちょっとやって前に戻して読んでみてください。
よし、では最後に大事なことを教えよう。このパズルは完全にランダムに生成される。俺様がこのスイッチを押せば誰も見たことのないパズルが誕生するのだ。だから答えは俺様にもわからん。にゃっはっは、覚悟はいいか。一本道。赤いタイルは通行禁止、ピンクのタイルは何にも起こらないと。作動していないようだ。あれ？最初気づかなかったけど、この装置の形は、まあいいか。さっきのスパゲティだけど、パピルスにしては上出来だったんだぜ。料理を習い始めてだいぶ上手くなったんだ。来年にはきっと食べられるもん作れるようになるよ。まあ、食わなくて正解ってことかな。あー、なるほどね、そういうことか。犬はぼんやりと雪を見つめている。彫刻が出来上がるのを待っているようだ。これあれですね、レッサードッグですね。中を覗くと床に犬印レーズンの箱が見えた。犬ってレーズン食うんですかね。犬に注目、なでなでしてくだち。どうも。あの犬、芸術家のつもりらしいけどアイディアが浮かばないみたい。脳みそが豆粒ぐらいしかないんだから無理もないわよね。あら、そうなの。さて、町まで行こうと思ったんですけど、案外時間がかかっちゃったので、どうすかな。まだ町までもうちょっとかかると思うので、今回はここまでとさせていただきます。ちょっと短くね、区切っていかないとだれちゃうので。では、ご視聴ありがとうございました。次回は町まで、そうだな。次回こそ町まで行きたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。失礼します。